認知症チャンネルのミシャスです。今日ですね、睡眠最適化メソッドについてのお話をしていきます。我々が使用している電気なんですけども、この光によって、様々ないい、面もありますけども、悪い面も与えられてしまうという諸刃の剣となっております。まずは夜の慢性的な光と健康障害についてのお話からしていきます。脳内の器官、消化体から分泌されるメラトニンというホルモンはですね、人の睡眠と覚醒のサイクルを調整しておりまして、夜間に睡眠を促したりとか、体温、そして脈拍、血圧を下げたりすることが知られております。夜間にですね、強い光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制されていきます。人はですね、生体リズムというものがあって、こういったリズムによって体調、が整えられていくという仕組みがありますので、そのあたりがちょっとね、どんどん崩れていくという形になっていきます。スイスのバーゼル大学のジョージ・ブレイナード博士率いる研究チームはですね、夜に慢性的に光を浴びると健康にさまざまな悪影響を及ぼすという研究結果を報告しております。その結果、影響なんですけども、不眠であるとか、体重増加であるとか、精神障害、そしてがん、早期老化などですね、多岐にわたります。副腎皮質ホルモンのコルチゾールとか、メラトニンの生成を伴う光の周期に関係する深刻な生化学反応に影響を与えるというものになってきます。ジョージ・ブレイナード博士によると、光はですね、まるでドラッグ、薬ですね、のように作用すると言っております。生体時計ですね、をコントロールする脳の部位なんですけども、視床下部にある視交叉上核というものが、中枢時計ですね、体内時計の親時計、小屋時計、子時計があるんですけども、その一番ねメインとなって、いる親時計、中枢時計は視交叉上核が担っています。夜にですね、人工的な光を浴びると夜のコルチゾール値が高くなりまして、眠りが妨げられて体脂肪レベル、そしてインスリン耐性、それと全身性の炎症などに問題を引き起こしまして、睡眠負債が大きくなり、神経の調節本能ですね、が崩れる一因となっていきます。眠るときにですね、部屋が暗いと光の信号が視交叉上核に働かないために、十分なメラトニンが出てくるようになります。そして昼間に十分光にさらされると、メラトニンの値は安定していきますよという内容になってきます。就寝時間、眠る時間の3時間前からは、照度、明るさですね、10ルクス以下、就寝してからはできるだけ暗い1ルクス以下が推奨されております。真っ暗にしていきましょうというところですね。研究ではですね、寝る前に部屋の明かりが強いと、暗がりに比べまして、メラトニンの放出持続時間が90分短縮するという結果になっております。そしてメラトニンの量そのものも 50% 以上も少なくなります。もう一回言いますよ。眠る前に部屋の明かりが強いと薄暗がりに比べて、メラトニンの放出持続時間が90分短縮するという上に、メラトニンの量そのものも 50% 以上も少なくなります、ここ大事です。ブルーライトはですね、特にメラトニンを抑制、助長していきます。網膜のですね、目の網膜に
まあ、特殊なですね、細胞の中にある光色素のメラノプシンという物質があるんですけども、ブルーライトにとても敏感で画質リズムを安定させるのに関わっておりますね。体内時計をリセットするためには光刺激と食事の刺激が必要だというお話をしたと思うんですけども、このうちの光、ね、のものが、ね、体内時計が狂っていくということになっていきます。そして10年にわたる研究がありまして、1670人の女性に睡眠時に強い光をさらした結果ね、夜間、暗がりで寝た人に比べて 22% も高い割合で乳がんになったという結果もありますので、特にまあ女性の方、ね、乳がんにならないようにするためにも、まあ、暗がりね、夜はしっかりね暗い中で寝るようにしていってください。で次にブルーライトの網膜、体、睡眠への影響についてお話をしていきます。ブルーライトはですね、スマートフォンとか iPad とかの、まあ、タブレット、そしてテレビ、パソコン、ゲーム機、あと上の蛍光灯などから、ね、発せられる青色の光で、波長がだいたい380から500ナノメートルの光のことを言います。紫外線の次に波長の短い光となっておりまして、その強さはですね、角膜や水晶体で吸収されずに、この目の網膜まで届くことから、まあ、目とか体に大きな負担をかけると言われておりまして、まあ、5つのことが問題視されております。まず1つ目、目や肩の疲れ、2つ目、網膜への影響、そして3つ目、睡眠への影響、次に4つ目、お肌、ね、肌への影響、5つ目、メタボリックへの影響というこの5つが問題視されております。目や肩の疲れは脳の疲れ、ね、長時間にわたるパソコン作業とかスマートフォンの操作による眼精疲労とかドライアイの症状はブルーライトが大きな原因となっております。目の筋肉や視覚を認識する脳が疲れまして、目の病気ですね、眼病、そして霞、眩しさ、充血などの目の症状とか、あと頭痛、そして肩こり、吐き気などの全身症状につながっていきます。そしてブルーライトのような強い光はですね、角膜や水晶体で吸収されずに、まあ、網膜に達してしまいますので、例えばわずかでもブルーライトを浴び続けますと、網膜の中心部にある黄斑というところにダメージを受けまして、加齢とともに増える眼病、加齢黄斑の変性の原因になる場合があります。日本でもですね、近年急速に増加しつつあり、パソコンなどの LED ディスプレイによって暴露するブルーライト増加の影響が指摘されているわけです。厚生労働省はですね、パソコンなどの画面表示端末を使って作業する際は1時間ごとに10分から15分の休憩を取るようにガイドラインで推奨しております。夜に浴びると体内時計を遅らせていきます。アメリカの眼科学会の見解も、ブルーライトは人間の体内時計に影響することは証明されていると言っております。睡眠はですね、メラトニンというホルモンが司っているんですけども、メラトニンはですね、暗くならないと分泌されません。スマホやタブレットを寝る前に習慣的に見ている方はたくさんいると思うんですけども、長時間使うほどにメラトニンは抑制されております、ね、
睡眠障害や仕事などのパフォーマンスが下がっている可能性もありますので、すごくね、注意をしていくことが必要となっていきます。またですね、ブルーライトに限らず、夜間に500ルクスを超える強い光もメラトニンを抑制しますので、注意が必要となってきます。ですので、まあ、夜ある、ね、一定、または10時以降とか、ね、ある程度時間を決めて、またはお風呂入った後はもう暗がりにしていくようにするとか、ちょっと自分で、決めていった方が良いかと思います。まあ、私もね、10時半以降はもう電気、ね、こういったものを消して、ちょっとね、違う明るい暖色系の光にして、光の強さをかなり絞っています。まあ、体感的に言うと、すごく眠りに入りやすいという形が体感的にあります。そしてメラトニンの効果なんですけども、眠気をもたらし、睡眠を深めて、疲労回復を助け、そして免疫増強作用であるとか、抗酸化作用、そして新陳代謝のアップ、抗腫瘍作用などがあると言われておりますので、なるべくね、夜は早い段階で電気をちょっとね、暗い目にして、パソコン、スマホ、ね、あとタブレット系の端末とかゲームとかね、夜遅くまでテレビを見ないとか、そういったね、なるべくもう見るんだったら朝ね、早く起きて明るい時にも見るという流れに持っていった方が、我々のこの生体リズムを整える、そして、ね、体内時計、ガリリズム、ね、こういったリズムをしっかり整える必要がありますので、しっかりルーティーンをね、新しく作ってみてはいかがでしょうか。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネルフォローをお願いいたします。それではさようなら。